どうも、セリカスイミングのセリカです。本日の動画はこちら、女性水泳 YouTuber の闇4選をご紹介していきます。私、もうすぐで水泳 YouTuber として3年経つんですけど、まあこう見えて意外と思うことはたくさんあります。そんな中でも私は特に闇だなと感じることを4つご紹介していきます。動画の後半には撮影の面で苦労した練習方法3選をご紹介していきます。セリカスイミングでは随時パーソナルレッスンも受け付けておりますので、受けてみたいなという方は概要欄にあるリンクからご予約ができますので、ぜひそこからご予約をお願いいたします。それでは行きましょう。まずは本日のラインナップからご紹介していきます。1、ネタはすでに尽きている。2、視聴者の男女比。3、変な人の割合。4、私が常に欲しいもの。そして最後に、撮るのに苦労した練習方法3選をご紹介していきます。動画内で質問のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。1つ目、ネタはとっくに尽きているということについてご紹介していきます。1、とっくにないです。2、みんな覚えてるのが怖い。3、面白いネタ募集中ということで、まず1つ目、ネタはすでに尽きています。もう本当に助けてほしいぐらい尽きてます。で、私結構前に、まあ、どうせ人間なんて3ヶ月ぐらい経てばネタなんて忘れるだろう、まあそれぐらいの前のことなんてもうとっくに忘れてるだろうと思って、なんかちょっと前の動画を加工してあげてみようかなって思った時期あったんですけど、意外となんかみんな覚えてるんですよね。結構なんか1年前の動画を掘り出してきて、こう言ってたんですけど今はどうなんですかみたいなことを言ってる方がいて、なんかかぶってませんかっていうの怖くなったんで、それは却下しました。まあそういうこともあるので、ぜひ面白いネタありましたら、別に英法とかじゃなくてもいいので何でも言ってください。募集しております。コメント欄に書いてください。2つ目、視聴者の男女比についてご紹介していきます。1、男性がちょっと多いくらい。2、ティップネスに来るのは女性メイン。3、イベントは男性が多いということで、これも結構気になる方いるんじゃないでしょうか。視聴者の男女比、私のチャンネルはどれぐらい男性が見てどれぐらい女性が見ているのかっていうことなんですけど、これあんまり私のチャンネル前は結構大差あったんですけど、今は男性がちょっと多いぐらいですね。男性6割女性4割ぐらいの割合で見ているので、まあ最近は女性モテもできるようになったのかなと感じております。で、ティップネス、私カモイ店に所属してるんですけど、そこに来るのは女性がなぜか多いですね。逆に私が主催するイベントには男性の方が多い傾向があります。3つ目、変な人の割合についてご紹介していきます。1、全くいない。2、アンチもほぼいない。3、強いて言うならコメントということで、まあ、私女性水泳 YouTuber ということで、まあ、女性であり水着も着て、競泳水着も着て、なんかちょっと危ないシーンとかもあるみたいな感じの映像を映してはいるんですけど、そういうことを踏まえて変な人の割合ほとんどいないです。全くっていう全くではないけど、ほとんどいないです。で、アンチもほぼいないですね。まあ、もしかしたらなんか他の人がコメント消してるとかもあんのかもしれないですけど、アンチの方も全然いないですね。平和にやれてます。まあ、強いて言うならコメントがちょっと、まあ、日本語理解できないなっていう方はたまにはいるんですけど、全然コメント欄も荒れることはないですね。4つ目、私が常に欲しいものについてご紹介していきます。1、いつでも撮影できるプール。2、並走するカメラ。3、いつでもイベントできるプールということで、まあ、水泳 YouTuber、まあ、個人でやってるのでイベントとか、まあ、撮影とか自由にできるプールはすごく欲しいです。まあ、どうしても日本ではそれが簡単に叶えられることではないんですけど、まあ、もしご協力いいよっていうプールがあればご連絡お待ちしております。まあ多分ないけどね。はい、もういつでも撮影できるプールと
イベントできるプールは常にお待ちしております。あとは並走するカメラ、よくオリンピックのプールで見る選手と一緒に並走してくれるロボットカメラみたいなの、あれがもうめちゃくちゃ欲しいです。ぜひ開発してください。ということで最後に撮るのに苦労した練習方法をご紹介していきます。まず一つ目が水陸の両方同時にできる撮影ですね。こちら、まあ、最近の動画ではあるんですけど結構苦労しましたね。何に苦労したかっていうと、まあ、画角とあと水面の揺れに対して結構苦労はしました。まあ、どうしてもうまくこう両方を映し出すには水面の揺れっていうのをできるだけ軽減させなきゃいけないんですね。すごい波立ってたらもう波しか見えなくなっちゃうんですけど、それをできるだけ抑えて、かつカメラマンがいい角度で撮らなければいけない。あとはカメラマンと私の距離感もある程度距離がないといけない、まあ、そういうプールの環境も確保するのはすごく難しかったですね。続いて2つ目が息継ぎになります。この息継ぎ、まあ、何が難しいかっていうと、こちらの映像どうやって撮影してるかっていうと、まあ、カメラマンの方がもう歩いて私に常に横についてもらって、でたまにこうカメラをちょっと近づけてできるだけ分かりやすく撮影してるんですけど、この近づいた瞬間の角度だったり、あとは私が息継ぎをするタイミングとかだったり、まあ、絶妙にずれてるといい感じでね息継ぎの瞬間が撮れなかったりするんですけど、そういう点では苦労しましたね。まあ、クロールだったらどうにかこんな感じでなんとなくうまくは撮れるんですけど、バタフライとか平になると結構角度の問題は大きくなってきます。そして最後に苦労したのが正面からの撮影ですね。これは結構苦労しました。まあ、皆さんから見たらどうなってるかよくわからないと思うんですけど、これも同じようにカメラマンの方がある程度距離最初撮ってもらって、でどうせ私のこの泳ぐ速さとカメラマンの方が歩く速さっていうのはいずれ追いついちゃうので、追いついたらこう横に回すっていう撮り方をしたんですけど、これも結構何テイクかはしました。より臨場感を生むためにね日々研究はしておりますが、もう皆さんの中で何かいい案があったら教えてください。ということで本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。セリカスイミングでは随時パーソナルレッスンも受け付けておりますので、ご予約の際は概要欄からぜひチェックをしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。